はい、ロマサガーレースやっていきます。やっぱりね、自分でもモチベーション上がってるんだなっていうことを再確認しますね。いつも螺旋回路ギリギリでしかやらないんですけど、なんかもうクリアしちゃいました。ちなみに今回100まで、もともと何までわかんないですけど、とりあえずもともと何回まであって今回何回になったのかわかんないですけど、ただ更新されただけなのか、いつも画面見てないんで、今回もう結局画面確認しようと思ってたんですけど、気づいたらクリアしちゃってました。いつもの螺旋回廊メンバーですね。まあ、タイガーシャークで、ユリアン、アセルス、海の主の娘、白バラ姫、石化のタリア。ちょっと画面見てなかったんで、ちょっと立ち回りわかんないですけど、今はドラゴンルーラーじゃなくてヤミーなんだ。とりあえず一回も死なずに普通にクリアできてましたね。苦戦したのかな？ちょっとそれすらわかんないです。ちょっと最終回だけ確認しようと思ったんですけど、動画見てたら終わっちゃいました。さあ、螺旋回路ね、こチケットさ、共有にしてほしいよね。こっちもいらねえんだよな。今回マゼランとウィンディなんだ。へえ。と妖精か。ウィンディはね、結構ね、自分思い入れあります。マゼランはね、もうほぼ覚えてないです。いや、結構ロマサガ2はね、本当にやり込んだんで、ロマサガ3よりやり込んだんじゃないかな。いや、このウィンでいいね。イラスト最高です。4点。5点つけてもいいくらい。でも4点かな。ドット山はロマサガ2って感じで、そこまで良くはないけど、ウィンディはね、なんかすごいよく使ったイメージありますね。元々のウィンディ何持ってたか覚えてないですけど、とにかくもうすごいね、最近のキャラクターってやっぱ強えわ。癒され矢からの暴風玉連携って普通に強いじゃん。え、これ強くない？普通にスタメン入りするくらいの性能ですけど、なんかフェスゲンより強い気がするわ。え、火力出るね。これ暴風玉だって、癒され矢からの暴風玉発動するっていうことは、しかも確率大っすよ。ぶっちゃけマジでスタメン入りしてもいいな。まさか大して期待してなくて見たんですけど、トツの単体編成に入れてもいいくらいの性能に見えるけど、普通にサラ入れてるんですけど、サラよりなんか火力出そうですけど、暴風玉発動するわけだからね。元々のウィンディが何を持ってるかわかんないですけど、まあ、暴風玉初手で打てるわけで、そこから癒されやループになるんですけど、そこで BP 回復がある意味がわかんないですよね。ということは、元々のウィンディに、高威力の突技があると、まあいいかなって感じですけど、どちらかって言ったら、癒され矢をループした方が個人的にはいい気がしますけどね。だからこの BP プラス1回復じゃなくて、連機旺盛が、もっと違うものだったらより強かったかなと。だからこのウィンディ、超強い。自分ぶっちゃけスタメンに入れてもいいと思っちゃってるぐらい強いっす。妖精。まあイラストはあんま好きじゃないかな。まあ2点ってとこかな。ドット絵もまあ、ドット絵妖精、まあ妖精だからさ、なんかまあやりようないけど、まあ2点かな。2点はまあ普通っていうことです。ツッツキ、スイングプラス、光の腕。まあカウンター、アビリティでカウンターと、バフを持ってると。まあ別にスタメン入りすることはないでしょう。さあマゼラン来ました。おお、イラストいいね。イラスト3点。ドット絵も よく見えないけど。ドット絵2点。ぶった切り。エンゲス山。高速ナブラ。だから縦ループ。縦ループができるんだ。いいじゃんいいじゃん。オーラム上昇量がアップする。これで自分のあのギリ収集パーティーメンバー入れ替わるね。マゼランに入れ替わります。ギリ収集パーティーの誰かがマゼランにこれから入れ替わります。まあ、ただそれだけだね。ただこのウィンディに関してはマジで強い。普通にロマンシングフェスとかでこの性能の弓キャラ出たら普通にスタメンしてもいいんじゃないかなっていう感じですね。
個人的にはウィンディーだから、ウィンディーさすごい好きなんですけど、ドット絵がねあんまりね、いやこれもロマサガ2のドット絵そのまんまくらいのあれですけど、あんまりねドット絵がね好きじゃないんで、でも使った記憶ある、すごく。まあそもそも弾けるかどうかにもよるけどね。いやウィンディーは弾いておきたいな。なんか自分サラとチェンジしてもいいかなくらいに思っちゃってますね。ガチャ終わったら一回サラの性能見ようか。さ、誰が来るかな。誰かしら来るでしょ。おお、来なかった。ジェラール。ジェラール来たってことはもう多分ウィンディー来るね。多分今回の螺旋回廊ガチャで多分ウィンディー来ます。おマゼラン、あソフィアだった。ソフィアでした。どうだろうね。なんかさ初期の方の螺旋回廊キャラクターも出てくるんだから別にチケット共有でいいと思うんだけどな。あーバーバラ。おお、ジェラル。初期面ばっかやな。いや、螺旋回廊が、新キャラ一人は欲しいっすよ。いや、相変わらず工事がうるせえな。うわ、マジで新キャラいっぱいも出ないか。あ、これは爆死だな。ピコーンしないともう爆死です。もう SS はね、ピコーン必須みたいなところあるんで、ほぼ。まさかの今回の螺旋回廊ガチャ、SS はそれなりに出たんですが、新キャラ一切出ずと。マゼランかウィンディーは欲しかったっすね。どうだろう、さらに変わってくるかな。サラの性能が、癒されや、ラビットファイヤー、雨崩れ。自分は雨崩れからの癒されやって使ってるんですけど。ヒールリンクか。まあでも火力を取るならウィンディーのが出るよね。ヒールリンク持ってるから、その回復という意味では、まあサラのがいいよね。まあ、でも個人的にはウィンディーのが強い気がするけどな。突属性にね、あんまり強キャラを持ってない人は、全然この螺旋回廊ガチャのウィンディーはね、全然スタメンに入れてもいいんじゃないかなくらいの性能に感じます。うん。ま、そんな感じで、今回の螺旋回廊ガチャは、自分は新キャラ鉄ということで、残念。どうもありがとうございました。